先生、こんにちは。はい、どうもこんにちは。お世話になります。おはようございます。すいません、こんなお昼の時に。はい、とんでもないです。お待ちしてました。本当ですか？はい。よかったです。今回、はい、ちょっとまた僕、疑問が生まれちゃってですね。はい。やっぱり開けたことがない人って、いるじゃないですか、時計を。うん、なんで、ちょっとだけでも、なんか、どんな中身なのかな、うん、ちょっと気になっちゃって。気になります？気になります。そういう疑問もあるかと思ってね、今回特別に課題時計を準備しました。1年目の、カリキュラムに自動巻きというテーマがあります。はい、手巻きの次のステップアップが自動巻きなんですけども、はいはい、そちらで勉強するのがね、あの国産時計の NH36 と呼ばれる自動巻きがあります。はい、これね、パーツも多いですし、はい、サイズも、ね、ぐっと小さくなるんでちょっとハードル上がるんですけど、今回特別にそれを、ね、紹介しようと、はい、机の上に用意してあります。で、はい、これはね、もう裏蓋開けてあります。開けてあるんですね。はい、もうあのオープナーって呼ばれる工具を使って裏蓋をあの綺麗に開けると、はい、普段見えないような裏蓋が見えるようになってます。動いてるの見えます？あ、もうこの辺りバッチリ見えてます。見えてます。はい、これがたまに出てくる言葉で天賦と呼ばれる、はい、あの掛け時計でいう振り子の部分です。あ、これ回転してるわけではなくて、はい、実はね、行って帰ってきている往復するような、そういう仕組みの部品です。これを天賦と呼んでます。はい、これが一定のリズムで動くので、はい、それと連動している歯車が徐々に徐々に回転をして、はい、なおかつリズムが正しいので24時間まだ48時間ゆっくり針が動くと、秒針や分針、自身が動くような仕組み で、はい、でそれらに動力を与えるのがあの金属のバネ、香箱車の中のゼンマイなんですけども、力を伝えるのが今これ左右に動いてる、はい、このパーツ結構なんか半分ぐらいの大きさで大きいですね。これが自動巻きで一番大事な回転錐とかローターと呼ばれるパーツです。はい、これは普段裏蓋の中に隠れて見えないんですけども、はい、右や左に曲がったと回った時に、はい、香箱のゼンマイを巻き上げる、そういう働きがあります。仕組みそれってどんな時に回るんですか？例えば普段つけてる時に歩いてたりとかした時に回るんですか？そうですね、別で回るんですか？基本的にはあの自分の腕に連動して傾いたり動いた時に、はい、中のこの重りが動くんですよ。あ、じゃあもうなんかそういうので勝手に回ってくれてるとかですか？そうです、勝手に回る、自動で回る、そういう仕組みなので自動巻きと。あ、なるほど、だから自動つくんですね。はい、なので自動巻きをつけてる方、運動量にもよるんですけども、香箱の中のゼンマイを巻き上げて、はい、それが、1日から1日半2日ぐらいかけてこの天賦に動力を伝えるというのが機械式腕時計の仕組みです。なんか結構あれですね、チラチラって見えるんですけど、はい、なんかネジのなんか本数とかも結構あるんですね。多いと思います。これ今見えるところでだけでもね、それなりにあるし、隠れて見えないところにも倍以上3倍ぐらいネジがあったりするんで、それを間違えないように組み立てたり、はい、調整をするというのが時計修理醍醐味。その時やってる時楽しいですか？ね、もちろん楽しいですよね。なんかね、パズルみたいな、そんなイメージです。なるほど。はい、元に戻すというのも時計修理の醍醐味だし、どこが悪いのかなって考えながらあの修理をする、作業を進めるっていうのもね、僕たち技術者一番なんだろう、楽しい瞬間ですよね。先生、ありがとうございました。どういたしまして。ちょっと伝わりました？いや、なんか開けたことがないっていうか、僕も全然見たことがなかったんで、はい、うん、あ、こんな風になってるんですね。そう、あの機械式時計いっぱいね、種類があるんですよ。手巻き、自動巻き、はい、あとはクロノグラフだったり、はい、いろんな複雑な仕組みもあります。あるんですけれども、香箱の中のゼンマイがちょっとずつほどけるっていうのは一緒。なるほど。もうどんな複雑時計、高い時計、安い時計、古い時計、はい、新しい時計、基本的には機械式時計は一緒。なるほど。はい、あとなんか先生がお話ししてくれたこのパズルみたいっていうのもなんかこう、うん、いいですね。そうなんですよ。うかうかしてるとね、ネジが見失ったりとか、はい、間違えたりするんですよ。ジグソーパズルも入らないじゃないですか。ああ、そうですね。似てるけど入らない。あります。なんかイライラです。
イライラしなきゃいけないんだけど。イライラするんですか？してない。時計修理もあるんで、はい、まあ見た目同じなんだけどここ入らないなとか、はい、そういう瞬間があるんで、はい、まあ、もちろん僕たちはプロなんでそうならないように注意してますし、ならないんですけども、あの不注意でなることもあるんで、そこはやっぱり神経張り詰めて作業してます。なるほどですね、ありがとうございます。ぜひ今度やってみません？やろうかなって思ってるんですけど、ちょっと不器用なんですよね。それはじゃあ要相談ということで。ちょっと要相談でお願いします。わかりました。じゃあこんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。オンラインウォッチアカデミー、レッスン動画、修理事例動画、現地イベント、フォローアップライブ、オンラインで学ぶ一生ものの時計技術、私の大好きな時計修理技術を皆さんと一緒に共有できる日が楽しみです。ぜひお待ちしております。